いどうも、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに虜な生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。よさあ、本日は渋谷にありますカレー屋パクパクモリモリさんに行ってまいりました。通称パクモリカレーさんで、皆さんに愛されるそんなカレー屋さんでございます。渋谷で美味しいカレー屋さんといえば必ずと言ってほど名前が上がるような、もう超人気店です。他にもね、昔は店舗があったらしいんですけど、今ではもう渋谷店こちらの1店舗のみになってしまったんですけども、果たしてさあどういうカレーでしょうか。見ていきましょう。本日のカレードン。こちらがパクモリカレーさんのメニュー表。ベーシックなドライカレーと欧風カレーが楽しめるパクパクモリモリカレーや、そちらに具材をプラスしたカレー、そして欧風だけカレーを楽しめるカレー、小さい子供から大人まで楽しめるメニューがたくさんとなっております。そんな中、本日はベーシックなパクパクモリモリカレーにとろとろ卵をトッピングいたしました。さあ、本日は欧風カレーのルーの方から、一口食べると口当たり最高でコクのある、本日もそしてトッピングしていたトロトロ卵の方のトロトロ度をチェックするため半分に割っておく。こちらは後でのお楽しみ。そしてドライカレーを一口食べると旨味がギュッと詰まったルーでもはや最高。旨味のギュッと詰まったドライカレーと口当たり最高の欧風カレーを一緒に口の中に入れると、これぞパクパクモリモリいけちゃう、そんなカレー。取っておいたトロトロ卵と一緒に食べるとまろやかさが最強。まろやかさを楽しんだ後は卓上にあったガラムマサラを振りかけると辛味とスパイス感が倍増。福神漬けも一緒に楽しむともはやパクパクモリモリならぬパクパクパクモリモリモリといける、そんなカレー。カレーをよく食べる人、そんなに食べない人、渋谷に来る全ての人を魅了する、そんなカレー屋さん、パクパクモリモリさん、ごちそうさまでした。これはうまいわ。パクパクモリモリカレーを頼んだんですけども、ドライカレーにしろ欧風カレーにしろもうどっちもすごく美味しくて、辛さはさほどないんですけども、欧風カレーの方はすごく口当たりが良くて食べやすいコクと甘みのあるカレーで、またこれドライカレーの方が旨味がギュッと詰まった、そんなカレーで、こっちもそんなに辛くないんですけど、ご飯とカレーが進む、そんなカレーでございました。ドライカレーと欧風カレーを一緒に食べたら、ものすごい口の中が甘みと旨味がギュッと一緒に詰まって、でまた口当たりのいい欧風カレーと食感のあるドライカレーが、まさに1度で2度でも3度でも楽しめる、そんなカレーでございました。卓上にある辛味スパイスを入れると辛さとスパイス感が若干アップして、これ辛いの好きな人はぜひこちらを入れてくださいとお店の方も言っていましたんで、ぜひ皆さんも入れてみてください。はい、というわけでカレーに取り込む生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。